Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Moray, Peru. It was a calendar. Moray, or Bure, is an archaeological site in Peru, approximately 50 kilometers northwest of Cusco, on a high plateau at about 3500 meters and just west of the village of Malas. Wikipedia, however, explained about Moray as follows. The site contains unusual Inca ruins, mostly consisting of several enormous terraced circular depressions, the largest of which is approximately 30 meters deep. As with many other Inca sites, It also has a sophisticated irrigation system. モレーは、クスコの北西 50km にある古代遺跡です。いくつかの段々になっていて、深さは一番深いところで約 30m。ウィキペディア1 0事典によれば、他のインカ遺跡と同じように、この遺跡は、洗練された灌漑システムということになっています。 が、このモレーはカレンダーでした。ストーンヘンジ、エイブベリー、カルナク、ラオスのジャール、それに日本の前方後円墳と並んでカレンダーでした。その謎を解くきっかけとなったのが、ナオミ BK さんからの一通のメールでした。ペルーのモレーは日本の前方後円墳の大型ではないでしょうか、と。つまり、日本の前方後円墳を盛り上げた突型であるとするなら、モレーは地面に掘り込んだ 大型の前方後円墳であると。で、早速調べてみました。空から見た形は確かに大変よく似ています。ということは、日本の前方後円墳がカレンダーであるとするなら、モレーも同じようなコンセプトで作られたカレンダーということになります。そこでモレーの段々を調べてみたら、13テラスになっていることがわかりました。13です。まあ、これだけで謎が解けました。13×28 は、 364。つまり1段を1ヶ月の28日にすると合計は364日です。それに中央の1日を加えると365日です。対応歴です。あとは1段。つまり1テラスごとに例えば28個のマーキングストーンを並べて1日ごとに何かの印を移動していけば良いのです。この方式は UK のエイブベリ、ーフランスのカルナクと同じ方式です。 ラオスのジャール平原の、ま、歴史的もですね、同じような方式で使われていたと考えられます。さらに言えば、91×4 は364。それに最上段の一段を加えて太陽暦とした、あの、マヤのチェチェン・イッツァの方式と同じです。画像を見ながら説明します。このようにですね、中央の一段、一番上が一番一段ですね、そしてその13テラスになっていることが分かりました。 まあ、円形そのものはですね、数えますと14ですけども、一番、まあ、上のね、円形の中心は、これはあの段ではなくて、一番の底ということになりますから、テラスは13個、13段あることになります。これで、まあ、謎が解けましたね。で、13×28 日。まあ、1ヶ月のね、陽まあ、まあ、まあ、月の満ち欠けですね。ごめんなさい。をかけますと、それしますと、364という数字が出てきます。それに、中央の1日を足して、365。なあち、 カレンダーということになりますね。これほどすっきりと簡単に謎が解けるということも珍しいわけですけども、まあ、それだけまあ簡単にですね、かん、まあできているということですよね。わかりやすく言えば。そういうことなんですね。難しく考えるからおかしくなってくるわけです。そしてこれは現在。なぜこんなものがあるか不明だということで、先ほども言いましたように、考えシステムだというんです。日本の段々畑のまあ発想ですね。しかしこんな狭い段々畑ではですね、物は育ちませんね。 そしてまたこんな海外システムを作ったところで意味はないわけです。そこで前方、今円分カレンダー説をもう一度簡単に説明します。詳しくはですね、この後に繋げておきますから見てください。中央にですね、北極星を指し示す、まあ日本では埴輪となってますけど、それを置きます。そしてその埴輪によってですね、まあ、東西を知り、そして北極星の位置を知りですね、まああのー、 対陰歴をですね、こうして対応歴で調整するということになります。そして、まあ、方公円符の周りにはですね、このような埴輪がずらりと並べてあります。で、この埴輪がですね、まあ、364であればですね、あれは365で見るわけですけども、毎日何かのトークンをですね、このように移動していきながら、まあ、日にちを知るし、そして、 まあ、月を知り、季節を知り、そして一年を知るというわけです。これが林博士の前方後円墳、まあ、カレンダー説で。同じような星で作られているのが、UK のエヴベル、そしてフランスのカルナックですね。そしてこのようなトークンが見つかっています。目印の岩が見つかっています。現地では、斧ということになっています。斧なんかじゃありませんね。そしてこれがですね、岩田市、それから群馬県で見つかっている、まあ、天文観測装置です。それをですね、まあ、あの、 まあ少し前にですね、長野県の軽井沢のまあ高校館でですね、展示されたということが分かりました。で、まあこれがその物体なんですけど、これは何かということですけども、日本では、えま、ー、あなんて言いますか、まあ一種のですね、あのー、 はい。飾りのように理解されているわけですね。とんでもない。これが、まあ、あの、その高校館行った時の、まあ、写真ですけども、このように、まあ、このようなもの玄関の先に飾ってありました。まあ、あの、ここにあると思ってね、行ってみたんですけど、この高校館にはそれはありませんでした。まあ、あの、現地の高校館の方にお尋ねしましたら、群馬県の方の、まあ、県立高校館にあるという、まあ、情報をいただきました。で、まあ、まだ、ま、 なのでねえ、次回また群馬県の方へ行ってみたいと思います。その時は群馬県の高校館の先生方、よろしくお願いします。と、ともかくもこれがですね、軽井沢にある、ま、あの、高校館の、あの、様子です。まあ、このような、これがま、代表的、この高校館では代表的な、ま、あの、なってますか。 あの、ドッキリっていうことになってますね。で、このようにもう一回話を戻しますと、前方公園符の周りにハニワを並べて、みんな逆さまに置いてありますけども、このように、まあ、並べてですね、そしてトークンを一日毎日一つずつ置き、そしてそのところどころにこうしたね、人、人形の、まあ、型のですね、ハニワを置き、この岩は林宗の誕生日だぞ、ということで、まあ、そういうふうにおし、知らしたんだと思います。で、こうして並べて、まあ、これも、あの、メルもハニワがですね、並べてある。なぜこのように並べているかということはですね、これは UK のエブベリーと同じ方式ですね。さらに言えば、あ、フランスの ととと同じ方式だということですよねそして、このなってますか。一日ごとに、まあ、何かのトークンを動かしていったということになります。まあ、具体的に示しますと、例えばこれは、えー、大占領ですけど、このようにですね、埴輪を並べておいて、そして、このなってますか。あの、まあ、これ365を置けばいい、まあ、ぴったしですね。しかし、それだけでは、あの、ずれてきますから、その調整を、冒頭で見せましたようなですね、まあ、あの、奇妙な埴輪を中央に置いて、そして北極性を、 を、そこに置きまして、そして、ま、調整すると。そのようにして、ま、両方で、まあ、あの、まあ、完璧と言いますか、正確なカレンダーを、こうして読んだということになります。そして、時計回りに、まあ、それは、あの、どうしたかわかりませんけれども、冬、冬、春、夏、秋。そして冬というふうにやるわけですね。例えば、一番下を当時とすれば、一番上は月新になるわけですね。 そしてこの左の方が、えぇ、ー、しゅ、分ですね。それから、あ、右の方が秋分ということになります。まあ、秋ですね。そしてこうしてトークンを動かしていって、おい、春だぞさあみんな食べようしようじゃねえか秋だぞよしみんな収穫さ祝うぞ集まれというふうにして、みんなこれを見てですね、カレンダーとして利用したというわけです。まあ、その一つの証拠とい言いますか、裏付け証拠がですね、小牧市の青塚あ、青塚古墳ですね、ありました。これ巨大の古墳なんですよ、皆さん。そしてこの,この青塚古墳の周辺,周辺にはですね、壺型古墳 5分っていうのが綺麗に並べられていました。その数はちょうど、まあ、365の半分の182か3ですよね。こうです。ですが2日に一度ずつトークンを動かしていけばいいわけですよね。まあ、ということもわかりました。まあ、このようにして、なぜ埴輪を並べたかと言いますと、このようにしてですね、まあ、一番左の方があ冬、それから上が春ですね。時計回りそして夏となります。そして下が秋となるわけですね。 そして、ま、このトークの数だけ見ます。175、176ですね。で、352となるわけですね。まあ、これはあの、あの、あくまでも、あの、推定の数ですよ。というのは、あの、いわゆるな部分的にしか発見されていませんのでね。そして、2メートルごとに、ま、こういうふうに置かれていたということまでは分かっているわけですね。ほとんどの埴輪は、紛失してますからね。私の印象では、354の半分のですね、177個がこうして並べられていたと考えています。 まあ、要するに、そうして、まあ、二日に一回、一個ずつ、あるいはぎっしりと並べられていた可能性もあります。そして、その、なって言いますか、一日ごとに日にちを知った、そして季節を知ったということですよね。そして、まあ、先ほど言いましたように、あ底辺部をですね、当時ということにしてくはば、頂点部は下支ということになるわけです。まあ、これはですね、あの、こうした、あの、まあ、いわゆる、まあ、 想像図がですね、想像というか、復元図が残されていますので、この図を正確に、えー、っていうか、あの、み、まあ、正確に復あの、元図は残されてますけど、で詳しく研究されています。で、まあ、177いうことになるわけですね。で、まあ、実際には176はそうですね、176ですから、まあ、ごめんなさい、あの、ちょっとここで言い換えますけど、これは、あの、純粋単位歴の1年の日数ということになります。純粋単位歴の1年の日数は354日ですね。で、それをですね、まあ、こうして、中央に、まあ、あの、先ほどの物体を置いて、そして、 天文観測にしたってわけですね。その方式は、エイブベリー、そして、ラオスのカルナ、ジャール平原の列石と同じだということですね。これは私って見つかった、その謎の物体、エクセス。いろいろな説明とていうか、これは全く分かってませんね。なんであるかということは。えー、戦隊中どうなったかですね、メモリーを発見したから、それを私は自分の名前で発表していいかということを、強化を求めてきましたけど、ノーですよ、そんなのはね。えー、引用じゃなくて、東洋になりますね。まあ、要するにこれがですね、その物体です。 そしてこのメモリーがですね、消えてるからね、このメモリーが残念ですね。あもし現れていれば、あの、また、あの、何か新しいことが分かったんだと思うんですけど、下半分はですね、あの、いわゆる修復してあります。そしてこれがね、パレンケの、まあ、ある王の、あの、筆記の二人で書かれてるんですけど、その絵のコンセプトと、まあ、よく似てるってことですね。まあ、似てるっていうレベルの話で、まあ、あの、終わりますけども、まあ、なってますが、似てるってことですね、要するに。で、これがですね、あの、まあ、 その物体なんですね。これを北極線の方向けるわけです。それについての詳しいビデオは、あの、続くビデオの中でもう一度、ゆっくりと説明しますから。 もし、もしご覧いただける人は、どっかそちらでご覧ください。こうして、まあ、あの、この線をですね、北極、そして星もですね、北東星の星、七星ですけどもね、正確にそこに、あの、彫り込まれています。こうして、北の方を向けます。そして、右が東で東、左が西という,あということはない。そして、ここを向けますね。そして、まあ、この、ちょうどね、あの、傾きが同じようにってますかやや上を向いてるんですね。そして、この傾きを計算していましたら、下旬の時の北極星の位置と一致しました。これ、私のね、あの、 井戸と一致したということですよ。そして、この、だたらかな、あの、撫で型になってますね。これはね、光を受け止めやすくするためです。まあ、それについての説明も次でいたしますが、このようにですね、この先を北極線に向けておく。そして、えー、影の位置を見ながらですね、当時、下地の位置をしたと。まあ、あの、天文、えー、いわゆるま、太陽暦によってですね、いわゆる太陽の方向によって、まあ、あの、 いわゆるその前方後円墳のカレンダーを調整したということになります。これも林広市説です。そしてこれは、まあ何であるかということで、まあちょっとあの戻りましたけども、これはあの、 岩田市で見つかったんですね。で岩田市の方ではこれ何て説明してるかというと、友と説明しますね。友なんて皆さんご存知ないでしょいや、あの、弓矢を射るときにですね、腕に巻く、まあ、腕を保護するための、まあ、道具だそうですけども、そんなものじゃありません。ないですよね。まあ、あの、そういうふうに片付けてしまうんですよね。で、友だとかね、東京を鏡だ、銅卓を金だ、前方公園風を墓だ、って言ってね、何でもこう身の回りにあるものからあ説明しようとするわけですよね。 ま、要するにこれがですね、トモいうことになってくるトモでありませんね。天文簡易、天文観測装置。なあち、対応力に調整するための装置だということです。まあ、たまたまこれをですね、まあ、この土器を置いてます。これはもう全然時代がありませんから、なんか他の、あの、ものだったと思います。それを毎日こうし移動しながら、今日はね、ええー、2015年の10月15日だ、明日は16日だぞってことをしたわけです。で、一一ぐるっと一周してきますとちょうど一年になるわけですね。まあ、このようにですね、まあ、中央にそのト,トモって言われてるものを置いて、そして北極星に 合わせるわけです。まあ、こちら見てくださいね。そして北極線の位置による、まあ、太陽、いわゆる大、大印敵によるズレをですね、こうして太陽敵で、まあ、なって言いますか、調整したということになります。これがまあ、伝報公演風がで、まあ、いわゆるカレンダーである。そして友が、えー天、簡易天文観測装置であるという、林いろしの説の根拠になっています。 うっささっさ、うっささって前も歌いましたけども、こうして、まあ、例えばですね、埴輪を移動する、していることによって、今日はね、えー、10月何日よ、今日は10月何日よいうことを教えてたわけです。それじゃあね、また一、ま周回ってきますからね、バイバイと言って回ったわけですね。となると、この埴輪の置き方は全国津々なるどこの高校館でも逆さまに置いてありますけども、これが正しい置き方ですね。その証拠が、友の、先ほどの埴輪ということになります。要するに、